ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 D 隊長です。隊長でございます、はい。今日は、エニアグラムの新刊、エニアグラムと大きく歌ってないんですけども、こちら、もうリバウンドしない心理タイプ別片付け術という本、あの常々、ね、エニアグラムの本をアマゾンで探してるんですけども、あの盲点全然気づかなかった。エニアグラムって書いてないから、書いてないから。で、あのチャンネル登録者さんの、マキスタイルさんという方が、あのおすすめですみたいな感じでお話をいただいたので、読んでみます、ね、読んでみましたと。でそうするとこの書いてらっしゃる方が、エニアグラムお片付け師として安田真紀さんと松下沙織さんという方が書いてらっしゃる。出ましたよ、このエニアグラムお片付け師で、あのこの手があったかと、この手とはではもう、あのエニアグラムって何て言うんでしょう、もうなんかリソさんで完結してるような感じですよね。まあ、エニアグラム自体はもう完結してますよね。そうなんですよね、あのもう何て言うんでしょう、あの西洋の哲学とかだと、あのバージョン 1.0 があって、いや違うっていう、こういう積み重ねじゃないですか。でもエニアグラムってもうエニアグラムっていうのがあって、もう解釈の仕様がなんかもうリソさんので、なんていうの、ほぼ完璧に仕上がっているような感じで、もうそれ以上書きようがないじゃん。なんかもうあとはこう重箱の隅みたいなところですよね、きっと。掘っていくのか、その前にやった、あの何でしたっけ、前にやった、トライタイプ、あ、そう、はい、あのトライタイプみたいな、エニアグラム×エニアグラムみたいな、なんかちょっと新しいやり方をそこから、まあ、戯れを見つけるのかしか、いや重箱の隅をつつくか、なんかお戯れゲームを作ってみるのかみたいなところしかないのかと思っていたところ、エニアグラムをどう使うとここの生活が良くなるよっていうやり方ですよね。まあ、ピンポイントにお片付けに絞った、ね、そう、お片付けに絞ってエニアグラムを役立てますよっていうこの手があったね、というのは、あの痩せた自慢、痩せた自慢をさせていただくと、こちらあのターザンの2016年の時の本で、この2016年のターザン一冊がきっかけで僕痩せることができたんですけど、というのはこの中でガクトさんのロングインタビューが載ってて、そのたまたまコンビニで、あの土曜日の、今でも覚えている、あの夏の土曜日出勤で、いつももうお休みの日の出勤の時はお菓子を2袋買って食べながらやるっていうのが習慣だったんですね。でいつものようにコンビニに行ってお菓子を2袋買おう。でその前にちょっと大体コンビニの時って、あの本のコーナーを通るんです。通りますね。通りますよね。まあそういう作りですもんね。でその時にこの読んでた、読んでたっていうのは読んでたね。そう、あ、ごめんなさい、コールしてた僕のことを、この本を読めと、読んでる気がして手に取った時に、まあ、ガクトさんのロングインタビューが載ってて、そこでその愛するもの、守るものがいるのに体を鍛えないやつは鼻くそだっていうこの一文を見た時に、あの危機感僕のこの不安センサーをですね刺激したんですよ。で、ってことは、はい、6の人はその言葉に響く可能性がある。そうなので、タイプ6の人はもしかよろしければこの本の紹介、僕ダイエット痩せる方法とかって話せるんですけど、まあその時はそれは置いといて、このなんて言うんでしょう、僕の本能を呼び覚ましたんでしょうね。要は、あのなのでそれ以外の方はもしかしたら別の言い方があるのかもしれないんですけど、多分あるんじゃないか、はい、で僕はこの本一冊、そのガクトさんの一文一言、あの愛するものがいて体を鍛えないやつは、要は死ぬよみたいな、体を鍛えないやつは、で響いたんですね。で急激にそこからお菓子2袋買ってる場合じゃないと
これ必要ですかと、うん、でなり、うん、であ確かにその本当ダイエットってちょっとずつやるしかないじゃないですか、うんうんうん、でもそれができたんですね、うんうん、であのこれ読んでこれは2016年の本なので、うん、今2021年、うんうん、未だにこのまだあの、うん、気温ライズアップとかやってもリバウンドする人が多い中、うん、リバウンドせずに、うん、多分それはこの本の要は、うん、太ると死ぬ愛するものを守れないっていうところだけで、うん、ずっとこのダイエットが続けられている、うんうん、で僕はこの自分がこの痩せた経験を、うん、そのブログで書き綴って、うん、アフィリエイトでお金になれと思ってたんですけど、うんうん、もうそれは折れてしまった、うんでも何かこの伝えることはできしたい。それは、はい、さっきの話でいくとこれだったじゃないですか、はい、でこれで的にいくと、はい、エニアグラムダイエット誌ですよ。そうでそうその利権僕もはいいいですかとでそうなんですよ。でこれね、うん、何かその秀でたことがある人は、うんうん、同じやり方ができると思ったんですよ、うんうんうん、要はエニアグラムお片付け師、うん、エニアグラムダイエッター、うん、エニアグラム受験の先生、うんうんうん、であこれこの本をきっかけに、うん、要はこのフォーマットをお借り、うん、なんでこれは怒られるかもしれないので、うん、大丈夫じゃないですか。そうだからそうエニアグラムお片付け師って言ったら怒られるかもしれないですよ。 それはねR マークがついてるのでそれはもう名乗れない、うんうんうん、名乗れないがエニアグラムダイエッター、うん、あもしかしたらでも取ってるかもしれないですよね。あいろいろいろそこはじゃあ言葉は変える考えた時にあ言葉は変えるんですけど、うん、なんでこのフォーマットをお借りして、うん、要は本能にいかに響かせるかっていうところで、うんうんうん、僕もこのダイエットの本を書ける、うんうん、でもそうすると、はい、全タイプのことをよく分かってないとあで、うんそこでまたうまいのは、うん、この本は本能タイプに絞っている。本能タイプの人向けってことですか。そうだよ。いや、あ、要はあのちょっとお借りすると、うん、例えばその人には3つのタイプがあります。うんうん、で、あまり考えずに、うん、なんとなく取っておき、うん、面倒なので後回しにして、うん、捨て忘れている現実逃避型。うんうんうん、で。以前誰かからもらった、うん、昔好きだった、うん、あこれ昔似合っていた、うん、楽しい幸せな思い出が詰まっているものが捨てられないっていう過去依存型、うん、で今使っているかもしれないけれど、うん、いつかきっと使うかもしれないって思うと、うん、捨てるという選択ができない、うん、未来不安型の3タイプがあって、うん、その本能に縛らこの本能が、うん、あのお片付けできない原因なんですよっていうところから、うん、じゃあセンターの話ですね。そう、うん、でその3つの、うん、あ本のそうですね、うん、なんでその3つのタイプに分けて、うん、じゃあこうするとお片付けできるんじゃないですか、うん、っていう本なんですね、うんうんうん、なので僕はこれをどちらかというと、うん、あのお片付けの本というよりも、うん、この本能タイプ本能、うん、本能タイプあ本能って私が言ってるのはそう、うん、センターの話として受け取って、うん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 、あごめんなさい、僕初めからこれずっと私本能って言ってました、ね、本能だからガッツの話をしてるのかと思って、あごめんなさい、あの本能センター、うん、あごめんなさい、エネルギーの話センターの話で分けているので、うんうん、あの僕もこのセンターの話で分けてダイエットの話、うんうん、で、うん、でもこうどうぞどうぞ、例えばガッツセンター、はい、891じゃないですか、はい、ダイエットの方法違う気がするんですよね。あなんで一旦そういうのは、うん、じゃあこれは、うん、あの僕が買って、うん、今日ちょっと体調に持ってきたので、うん、一回体調も読んでください、はいはい、で一遍じゃあここで次の時に、うん、あじゃあ体調がどう感じたか、うん、っていうのを、うん、片付けはまあなんとなく一緒かもしれないけど、ダイエットってあっていうとあそうなんですね、なんか目標に向かっていく感じじゃないですか、理想のカレンダーみたいな、はい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 、でそうなんでまたあの、まあ、思ったのは確かにこの、センターの話をすると、うん、その私でいう、うん、タイプ6だと思ってるんですけど、うん、ヘッドセンター、う
5、6、7、うん、なんか5と6ってちょっと違う近い気がしてるんですね、うんうん、でも7はちょっと違う、ちょっとなんか毛色が違いますよね。そうっていう、なんでまあ8、9、1も8と1はなんかちょっと似てる感じ、うんうんうん、なんかダイエットでいくとこう厳しい感じじゃないですか、1こうじゃなきゃダメでしょっていう、1のダイエットは僕想像できるんですけど、9ってどうやって響くんだろうとか、そこは思うんですよね。どうするとダイエットしますか、体重増えてくると。それはでもタイプ9って、まあ、タイプ9っていうか、まあ、人って食べるの好きじゃないですか。僕も大好きですよ。そこを何て言うんでしょう、快適なものじゃないですかこれって。あんと僕の場合、はい、大体こう73キロぐらいから76キロぐらい、73から、まあ背高いですからね、うん、はい、をこう行ったり来たりしてる3キロの間を、3キロぐらい、はいはいはい、であの薬飲んでた時は80まで行ったんで、まずいとまずいって、でもどうにもならなかったこの時は、はいはい、やめたとはまたこう今75あ、お薬をですね、そうはいはい、戻ったんですけど、はい、だいたいこう75ぐらいを超えるとやばいなっていう危機センサーが働いて、はい、こう痩せていく。そのやばいっていうのは見た目見た目とか、でもその快適、食べる気持ちよさってあるじゃないですか、そこから。まあでも僕そんなに食に興味はなかった、もともとは。あ、そうなんです、ね、あの薬飲んでる時に食に目覚めた感じはありますけど、はいはいはい、あの食べれない時の、うん、っていう時に、はい、うまいなこれっていう、はいはい、食に目覚めた感じはあるんですけど、はい、それまでそんなにお腹が満たせれば OK とか、はい、その程度なんで、はい、なのでもう何でもよかった、食べるものは、はい、で好き嫌いもないので、なのでこうやばいっていう方が勝ってくる、75ぐらいを超えると、はい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 、で73ぐらいになると気が緩むので大丈夫そういいやって。3キロの幅なかなか大きいですね。そうで、それをこう行ったり来たりするっていう、なんで、まあ、そういう話を聞きながら、うん、あ、なんか僕もやってみたいって思ったんですよ、うんうんうん、だからせっかくこうエニアグラムを見てくれてる人たちが多いので、お知恵をこういっぱい、タイプ3はこうだよとか、あ、痩せる秘訣、タイプ2はこう、はいはい、みたいなのが聞けると一冊書けるかもしれない。そうですよね、うん、あ、書きたいあの利益を、うん、もう強調でもいいですよね、うんうんうん、とか、うん、あ、 1の人はこの人に聞きましたみたいなので、なんかちょっとできるんじゃないかなって、うん、すいません、なんか本の紹介と言いながら本の紹介は、ね、あ、なんで次体調が読んでからね、はい、なんであのエニアグラムダイエッターとして、ダイエッター、はい、うん、エニアグラムダイエット師ダイエット師としてちょっとあの、うん、マスターですね。そうですね、あの、うん、動画も、うん、上げていきたいなって思いました、うんうん、なので次はあのこの本の紹介を、うん、と思っております、はい、すいません、紹介せずに、うん、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。